をいたしました。今日も JR 東海ご利用くださいましてありがとうございます。特急ワイドビュー飛騨5号飛騨古川行きです。最初にご案内いたします。ただいま座席の向きは進行方向反対となっております。次の停車駅岐阜からは高山線に入ります。高山線の進行方向にセットさせていただいております。ご了承ください。岐阜までは18分ほどで到着をいたします。フルワン Y から1号車、2号車、3号車、8号車、9号車、10号車の6両で運転をいたしております。自由席の車は2号車と9号車が自由席の車です。その他の車指定席でございます。グリーン車は後寄りの後ろ寄りの10号車がグリーン車でございます。先頭1号車を除きまして2号車から10号車まで禁煙車でございます。1号車から3号車の車は高山止まりでございます。8号車から10号車の車が終点や本館までございます。携帯電話の使用についてお願いをいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑にならないようお願いをいたします。また駅や車内への不見物の持ち込みに従っております。ご協力をお願いします。次にこの先止まります駅到着時刻のご案内をいたします。次は岐阜でございます。11時21分です。乗務員、運転士、名古屋運輸区の村、車掌、高山運輸区坂上です。途中高山で、切り離しをいたして、高山までご案内します。1号車から3号車の車は高山で切り離しになりますので、ご注意ください。また車内販売は名古屋から高山までございます。どうぞご利用ください。お待たせいたしました。次は岐阜でございます。